黄色が好きな人は、性格的に可愛い人です。頭が良くて、口調爽やかさん。しかし、突然、子供のような笑顔を見せてはしゃいだり、お腹が減ったとか、眠いと言ったりと3歳児のような、わがままを言い出したりするような一面があるようです。言葉を操る才能があり、話しても書いても、わかりやすく的確な表現をします。好奇心が旺盛で、初めて会う人にもすぐ打ち解けて、上手に会話をリードしていくことができる人です。また、観察し分析するのが上手で、鋭い批評をするので、周囲からは侮れない人と思われている場合もあります。しかし、気取ったところがなく、ユーモアのセンスがあるので人気を集めやすい人です。広くて大きな愛を求めている一面があり、他人には、自分からさっぱりとした明るい愛情を注ぎます。また、マイナス思考が大嫌いなので、何でも明るく前向きに考え、良い面を見つめようとするプラス思考の人間と言えるでしょう。この色が好きな人は、言葉を使うことに能力が発揮できます。先生や記者、芸人、カウンセラー、弁護士といった職業に向いているようです。チャンネル登録、お願いします。毎日たった5分間。視力回復トレーニング。チャンネル登録、お願いします。外眼筋を鍛えましょう。